内側にダイソーのアルミバッグを使った簡単保冷バッグの作り方です。大きさは 25×25cm でアイスリングも2つ余裕で入ります。あと少し大きめの保冷剤を入れても大丈夫です。入り口は今回マジックテープでつけています。特別な押さえやオーブンシートもなしで簡単に仕上げることができます。マチなしなのでバッグの中でも立てて使えます。今回は持ち手穴付きアルミバッグを使います。ダイソーで2枚入りで売っているものです。保温するためのシートなどは向かないので必ずこのバッグ型のものを使います。作りたいサイズにカットします。今回は 25×25cm を作りたいので底を輪にして 25×25cm に切り取ります。横を底にして切り取っても良いです。こんな感じで底が輪になっていて 25×25cm に切りました。布はこのように長いものを輪にして端を揃えて横は 2cm、縦は 5cm 長く切ります。広げると 25×50cm のアルミバッグと 27×60cm の布が1枚です。上をマジックテープで留めるときはマジックテープも用意します。表布の端を折ります。上から5cm 折って内側に折り込みます。反対側も同じように折ります。ここにアルミシートを挟んで縫います。端が 1cm 出るようにして挟んでクリップで留めます。端から5ミリぐらいのところを縫います。端から5ミリが難しいときは端から1cm でも大丈夫です。反対側も縫います。このように両方縫いました。マジックテープをつけるときはここでつけておきます。今回は 15cm のマジックテープを半分に切って使います。切ったものを真ん中に縫い付けます。短く切ったものを何箇所かつけても良いです。 15cm のマジックテープを今回はつけます。端から 6cm に印をつけてそこにつけます。
反対側にもつけました。2枚一緒に表側を内側にして留めます。上端が合うようにして留めて、端を5ミリの縫い代で縫います。シートが縫いにくいときは横にずらして縫うと良いです。反対側も同じように上端を合わせて5ミリの縫い代で縫います。表に返します。角のところは角出しや尖ったものできれいに出します。両端を1センチの縫い代で縫います。アルミシートがちょうど真ん中に来るように動かしてクリップで留めて縫います。ここでアルミシートより内側を縫わないといけないので手で確認して縫い線がちゃんとアルミシートの内側になっているか確認します。これで出来上がりです。内側もきれいに縫えています。